ミュージシャン？ミュージシャンってさ、普段突っ立って歌ってるだけの連中でしょ。あいつら普段動いてないんだから運動できるわけないっしょ。うちら芸人はさ、普段動いてんだからさ、運動神経いいに決まってるやろ。だからうちら芸人が必ず勝ちます。うわただ流れるだけ、何も覚えてることはなく。何？芸人？潰すよ。スタジオサンチーク所属のアーティスト？知らねえな。どうせ誰も売れてねえんだろ。うちらネバーギブアップ地上波出てっから。全員まとめてかかってこいや。若手芸人知らねえな。野球親父をなめんなよ。かかってきなさい。アーティストだか歌手だかなんだか知らないけど、フェアリーたち妖精にはそんなもの通用しないんだから。私たちの魔法で星の彼方までぶっ飛ばしてあげるから格好しなさいよ。フェアリー。第117教育大大卒業井上芳雄であります。頑張れ、頑張りたい。フェアリーどうもフェアリーシモのハトコの旦那のいとこの妹の弟の嫁の知人のフェアリーポルです。サンチークの皆様おフェアリーいたします。フェアリーおフェア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 おフェアフェア。若手お笑い芸人どうせケツの青い青二歳だろうがよ。ベテラン MC がお尻ペンペンしてやんよ。おい、かかってこい。サンチークのアーティストだかなんだか知らないけど、こっち現役でプロレスラー10年やってるんだよ。絶対当日逃げんじゃねえぞ、ビクトリー。お笑い芸人と運動会、僕爆笑オンエアバトルのエンディング歌ってるんですよ。あのエンディングが流れる時ってオフエアになった芸人たちがとぼとぼ帰ってる時なんですよね。今日またそのエンディング聞かせてやりますよ。スタジオサンチークチャンネルをご覧の皆様こんにちは。とうとうこの日がやってきてしまいました。我々スタジオサンチークチーム対なんと今回お笑い芸人チームで運動会をすることになりました。5対5のバトルをやってみたいと思います。それではですね、早速お笑いチームのキャプテン紹介したいと思います。お笑いチームキャプテンジミーアレックス。はい、どうもジミーアレックスよろしくお願いします。いやもうね、気合入ってますよ。私気合入ってますね。はい、今日ね、気合入れるためにね、朝ね、起きた時にね、唐揚げ食べてきたんですよ。唐揚げ食べて、唐揚げ機イエーイ。お、唐揚げ機ダメだった。ちょっと警察が来る前に、あ、そうですね終えたいなって。いや、ちょっとこのトークも空回りしちゃってますね。唐揚げな時にすごいですね。まあでもね、なんだかんだ言ってもね、はい、お笑いとミュージシャンってなかなか運動で対決することない。まあそうです ね、なんで今回ね、白黒つけましょうよ。はい、もうつけてやりますよ。いいメンバー選んできた。そうですよ、もう最高のね、アスリート芸人たちをね、私呼んできたんでね。本当ですか？もうぶっ潰しますよ。はい、じゃあ私がね、集めたアスリート芸人カモン。それでは皆さん、ね、一人ずつでは自己紹介お願いします。お笑い芸人と現役プロレスラーをしているハルカズです。絶対に芸人チームが3カウント取るぞ、ビクトリー。
の頭脳担当大野マリアです。ミュージシャンなんてブッツ、よろしくお願いします。近いから近い。高田ポルコです、よろしくお願いします。お願いします。下にフェードアウトしてたけど、妖精の国フェアリーランドがありました。妖精のフェアリーシモです。どうですか、実際すごいメンバー。そうだね、マジね、プロレスラーもいればね、妖精もいるんですよ。はい、負けるわけないですよ。いや、これすごいメンバーですけど、じゃあうちのメンバーもね、紹介したいと思います。さらっといつものスタジオサンチークメンバー集まってください。はい、もっと呼びくださいよ。うちのキャプテンは僕じゃないです。え、じゃないんですか。シンガーソングライターの戸田雄大です。よろしくお願いします。おい、こいつ大丈夫か、なんだこいつ、なんかやりそうな空気だけ出して何もやんねえじゃねえかよ。なんかボケるのかなって思った。なんかボケるのかなったろ。佐藤さん、なんか還暦超えてます。一番最年長。ちょっといいですか、そんな人大丈夫ですか、運動会で。なぜ大丈夫かというと、彼はアマチュアのプロ野球と言ってもいいですね、 SWBC の選手なんです。軟式野球の一番トップの選手なんです。自衛官いたな、さっき自衛官いたじゃん。俺たち芸人にビビって逃げたんじゃないですか。いや、自衛官ちょっと来てください。第117教育大隊職井上予備志望であります。これちっちゃくかっこいい感じ。ちょっともう分からない。おはようございます、よろしくお願いします。いや、普通ですね。FM のパーソナリティのアッキーです。アッキーです。よろしくお願いします。今これでもう5対5になりましたけど、力勝負今日結構あるんです。力勝負、全然大丈夫ですよ。こちらのプロレスラーもいるんですからね、男よりも力強い。やめ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 。じゃあ早速ですね、第一競技を発表したいと思います。よっしゃ。第一競技、恒例綱引きです。よっしゃ。ちょっと細い綱だけど。見たことない細さの。いやちょっとね、自衛隊はずるいですよ。ちょっと3人ですよ。そう、いやでもね、やっぱずるいですよ。そうですか。じゃあ次の競技は絶対勝てると。変わってますよ。もう
腕力はちょっとね、あれ不利かもしれないですけど、それ以外だったらね、普段だといつワンダフルで飛んでますから、ね、ああもう飛んでますよ、えっワンダフルとか、ああやってちょっとぶつかっちゃった。ジャンプ力の競技だったら私絶対負けないです、ね、じゃあ次発表します。第2競技大縄跳びです。おっ、うわこれもらいました。勝ちますよこれ。先攻後攻じゃんけん、うちのキャプテンお願いします。じゃんけん、じゃあいきますか。先攻後攻これ大事よ、順番大事ですか、うん、後の方、後の方、後の方がいい、分かりました。最初はグー、じゃんけん、ほい。あー、怖い、ドキドキしますね。最初はグー、じゃんけん、ほい。あー、負けちゃいました。それでは芸人チームの大縄跳びチャレンジ1回目です。いきましょう、せーの、じゃあいきますよ。キャプテン、僕個人的には50回ぐらい飛んでました。間違いない、靴投げたよ。もう無理です、ガチで疲れました。てか個人優勝にしてください。私50回は飛びました。確かにすごいなこれ。正直ね、回してうまいよこれ。そうでしょ回してうまいからちょっと力なんだ。違う違う違う、こっちのチームがめっちゃ空気読んでましたね。そうめっちゃ空気読んでましたね。ここのコンビネーション良かったから。ちょっと頼みますよ、回して。なんかお二人とも背高いじゃないですか。だから回すの上手そうですよ。背、僕とフェアリーさん背ちっちゃい。今度また小さいこの二人が回してもらって3人飛ぶっていう。あ、そうしよう、ちょうどいいじゃん。同じ班で、同じ班で、同じ班で。あ、じゃあ、いいですか。委員会あ、ダメ、委員会。あ、やってきた、って有利に決まってんじゃん。あ、やっぱダメ。あと、キャプテン、カメラこっち。あ、そうだ、これ飛ばすよ。まあいいや、はい、でもたくさん他の競技もあるから、うん、ここは芸人チームに、はい、お待たせましょう。いや縄跳び卑劣な戦略で、いやでも頑張りましたからね。もうね、納得の勝利でしょう。私たちの芸人チームはね、下手すぎ。いやでもね、回すの下手すぎ。飛ぶ側はやったことあるけど、回す側は今日がほぼ初めてですから、ね、でもまあ上出来でしたよね。わかりました、はい、じゃあ次の競技いきたいと思います。何でしょう。第3競技、目つぶり片足対決です。え、目つぶし？目つぶしはいや、ちょっと目つぶしは春風さんだけ。じゃあ、ああ、そうですね。あの専門家はなので、これはですね、はい、もう完全に目を閉じて片足で立ってもらいます。で、この状態で1対1でそれぞれ先方、次方、中堅、副将、大将5人順番を決めて、はい、で勝利者数の多い方のチームが勝ち。先に倒れたら負けっていうことですよね。まあ、輪っかからこれ出たらですね。輪っかからでバランス崩して両足をついちゃったら負けということで、さあ、あの競技の順番決めタイムいきましょう。あ、そうですね。よろしくお願いします。はい、
いやー、まずね、一番手はね、私芸人チームからね、宝プルコが行きます。じゃあ、はい、プルコさんだったらやっぱ若手なんで、一番若手の方だと思うんで、うちはやっぱり、ね、唯一の20代ですからね、ですよね、はい、20代対決にしますか。おうちのチームは戸田雄大行きます。戸田さん、いやーね、土佐犬、いや、土佐犬、土佐犬来ちゃった。やっぱ初戦が大事なんでね。そう、勢いをつけるの初戦なんで。確かに。さあ、はい、ぶっ潰します。ぶっ潰します。はい、5、4、3、2、1、スタート。頑張って。ただ余裕だね。ポルコさん溢れてるよ。いいよいいよ、このまま大丈夫だよ。さあ、20代対決、どっちが勝つのか。2人の世代は近い。おっ、これなんて、あれ、どうしたの。姿勢が綺麗、来た来た。整った、整った、整った。大丈夫だ、いいよ、いいですね。さあ、そろそろですね、足をもう少し上げてもらいます。もうちょい上げます。土佐犬あんまり上がってないですもんね。ちょっと弱気じゃない。そうです、その辺もっと頭の上まで上げた方がいいですね。ももまで、ももまで上がっていきます。あ、いいよ。あ、そう、来た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 。さあ、いい勝負だ、いい勝負だ。あ、土佐犬もとうとう揺れ始めた。揺れた揺れた。ちょっとこれ長すぎる、すげえな。すごい、うまい。2人ともうますぎる。あ、落ちちゃった。何が整えが、あ、あれ、2人とも来ている。うわぁ、あー、そうだ、心理戦だった、心理戦来ている。あー、やばい。あっと、落ちだったから、いいよ、もう、佐々木さん終わっちゃっても大丈夫。ちょっと、やばい。いいよ、いいよ。やばいよ、佐々木さん、本当に終わったから。やばい、やばい。悔しいよ。すごい心理戦。マジ、あー、悔しかったな。悔しかったな。2分経過。おい、おい、待って、2分も。おい、待って、マジですげえ。あ、これ、あ、大丈夫、まだ行けるよ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 、おお、かわいいよ。ちょっと待って、これ頂上対決。大丈夫。落ち着けば。大丈夫だよ、周りの中心にいるよ。そう、すごくないこれ。これだって小田くん、うちのエースだよ。ナイスファイトでした、本当に。マジか。うん、まあ実質勝ちみたいな。負けです、負けてんだよ。イエーイ、芸人チーム優勝、優勝です。あいつ大したことないじゃん。どうでしょう、ね、もう、もうポルコちゃんが総合優勝でいいんじゃないですか。僕はそんな気がしてきます。いや、正直ちょっともうね、あ、ダメかなと思ったけど、ね、これ以上はないと思います。いや、もう一発目からこんな名勝負が生まれたならもうこれで終わりでいいじゃないですか。そこはね、賛成。まずいです、わかりました。では、この勝負はお笑いチームの勝利。いや、もうあんなエースが負けちゃったんだもん。いや、本当によくやりましたよ。
ありがとうございます。最高、あんなにくるくる回っててもバランス取ってる。今回ですね、特別な趣旨としてやっぱ各競技で1位を目指していただきたいということがありまして、実はですね、まあ少額ではあるんですけれども1円から500円玉入ってますが、それぞれ袋入ってるんですけど、触ったら分かっちゃうから、もうさっと取ってください。一瞬で取っていただく。各競技でね、1位になった方にはこの掴む権利がありますので、それではってことは今ゴルコさん、もうこちらに行って、中は見ないでくださいね。中は見ずに、もうそんな選ばないです。適当にもう入ってるやつを取っていただきます。それではお願いします。もう奪っちゃってください。3秒ね、あった、はい、よーし、はい、1、ねえ、何これ、3、はい、さあ、中は、え、これ大きいから、大きい、500円、嘘、え、あー、何かのドルです。これどこのお金、ドルだったらドルじゃない、何かのドル、ドル、ドル、クォータードルゲットです。ありがとうございます。クォータードル、え、何、何、何、ちょっと、え、ちょっと待って、え、ちょっと、え、ちょっと、